まあ、ゴールできたことはすごい素直にやっぱ選手として嬉しいですし、まあ、でも何よりやっぱり勝ちたかったことが一番大きな思い出であったので。松本から期限付き移籍でやってきました。8月の6日に加入をしています。壁の上を狙って、うん、来た、すごいゴール決めました。浜崎拓馬、挨拶代わりのゴール。まあ、勝てなかったので良かった試合とは言えないですけど、個人としてはやっぱり、まあ、ゴールできて次につながるようなことができたので良かったと思ってます。クロスは僕自身の売りだと思ってるんで、まあ、でも何本かこうしっかり合わせないといけないシーンもありましたし、まあ、悔いの残るクロスシーンもありましたけど、まあ、そこは練習して選手として成長しないといけないだろうと思うんで、まあ、あとは自分の特徴をもっと理解してもらえるように、こういう球質のボールが来るとか、逆に中野選手にこういうボールが欲しいっていうのはしっかり僕は求めていきたいと思いますし、そんなにやっぱり意識は僕はしてないんですけど、まあ目の前一試合一試合毎週来るんで、そこに対して今は京都に対してどういうサッカーしてくるのかっていうのは、まあ、みんなで映像を見て共有したり、個人として映像を見てしっかり次に向けて準備するっていうことが大事になってくると思うんで、僕はまあ前節はもう忘れてはないですけど、まあ、今は京都に向けて、まあ、上位なんで勢いはもちろんあると思いますし、そのやっぱ僕たちはチャレンジしないといけないと思うんで、チャレンジの中にヴェルディのサッカーっていうのが加わってくると思うんで、まあ、そこで上回れることが僕たちのこれからにつながると思うんで、チーム全員でこのネガティブじゃないポジティブに楽しみたいなと思います。